ついに来ましたね。うん、来たね。統合版でも模様入りのかっこいい盾が作れるこの時が、以前旗の特集を組んだ動画で Java 版だけと知らずにこの内容を紹介した時、統合版はできないよとアドバイスをいただいた経験があるから、この仕様統一は素直に嬉しい。この動画はマインクラフト統合版バージョン 1.20 で実装予定の模様入りの盾のことを徹底的に解説します。動画の後半で旗をデザインするのにとても便利なサイトとその操作方法もご紹介するので、ぜひ最後まで楽しんでくださいね。模様入りの盾の作り方はとても簡単。 Java 版と同じで好きなデザインの旗と盾をクラフトするだけ。以上です。旗と盾があれば作業台がなくてもその場ですぐに作れます。これで統合版マインクラフトでも手元でおしゃれが楽しめますね。では作り方が分かったところで、盾の取り扱いの注意点がいくつかあるので見ていきましょう。注意点なんてあるんですか？扱い方を間違えると、せっかくデザインしたおしゃれな盾が台無しになることもあるのよ。盾は敵からの攻撃をガードするたびに耐久値が減ります。そこで盾を修理する場合、いくつか修理方法があるのですが、同じ道具同士を手元でクラフトして修理する方法、この方法は手軽に修理できる反面、デザインもエンチャントも消滅してしまいます。せっかくデザインしたのに。そこでデザインした盾を修理する場合は金床を使いましょう。金床を使って同じ盾同士を組み合わせることで模様もエンチャントも引き継ぐことができます。また意外と知られてないかもしれませんが、ダイヤの剣をダイヤを消費して修理するのと同じように、盾も板材を消費して金床で修理することができます。もちろんこの方法でも金床を使用するので模様もエンチャントも引き継ぐことができます。材料もすぐ揃いますし、コストによってはこの修理方法が修繕以外では一番かもしれません。材料が鉄じゃなくて木材というのが意外でお得感がありますね。もう一つの注意点は、盾にオリジナルデザインの旗をクラフトするとご覧のように若干デザインが違って見えます。なんか画像を少し縮小した感じになりましたね。これは盾が旗の半分の解像度しかないためらしいので、旗を盾用にデザインする際はあらかじめ解像度が下がることを念頭に入れておいた方がいいかもしれませんね。さらにもう一点、一度盾にクラフトしてしまった旗は剥がすことができません。もしお気に入りで複雑なデザインだった場合は旗をデザインし直すのが大変なので、事前に元が同じ色の旗を組み合わせてあらかじめ複製しておきましょう。元の色が同じ色の旗をクラフトすると旗のデザインって複製できたんですね。旗と盾のことが分かったところで、旗をデザインするのにとても便利なツールのご紹介です。過去にも同じようなツールヌバスキンをご紹介しましたが、こちらのサイトはフィグリンの花など新しく追加されたデザインも網羅されているのでおすすめです。リンクは動画概要欄に貼っておきますね。では実際にこの動画のサムネイルでも使っているデザインを作りながら使い方を見ていきましょう。まず初期デザインでクリーパーの模様がセットされているので、リムーブレイヤーで一旦クリーパー模様を削除します。ベースの旗だけになるのでトライ色のベースカラーを選択します。こちらのアドレイヤーというボタンを押してレイヤーを追加します。追加したレイヤーに青い色のグラデーションを選択します。次に同じくアドレイヤーでレイヤー追加し、白い色で波形の縁取りをします。次のレイヤーは斜め十字を白色で行い、中央に白い円形のレイヤーを追加します。さらに青い花模様を追加して、最後に下向きの白い三角のレイヤーを追加すれば完成ですね。そして少し色を変えた場合を見てみたい、そんな時は色を変えたいレイヤーをクリックして後から色を変更すると、一からデザインし直さなくても簡単に色の変更ができます。本当にすごくデザインが手軽にシミュレーションできるので、マイクラ内でデザインする前に一度デザインを試作するといいですよ。レイヤーの順番も簡単に変えることができますし、こちらのボタンで上下それぞれに新規にレイヤーを追加することもできます。ですが実際のマイクラで重ねられる上限は6層までなので注意してくださいね。
出来上がったデザインはこちらのリンクから手軽に共有することもできますし、Java 版限定ですがコマンドとしてコピーしてゲーム内で実行するとすぐに手に入れることもできます。今回作ったデザインは概要欄にデザインのリンクを貼っておきますので、よかったら参考にしてみてくださいね。新しく統合版でも盾がデザインできますし、今のツールを使えば手軽にデザインが作れるので正規リリースが待ち遠しいですね。本当にね。僕も早くかっこいい盾を装備したいです。そうだね。でもストライダーくんは腕がないから盾作っても装備できないよね。そうでした。あはははは。最後までご視聴誠にありがとうございました。皆様の応援コメント本当に嬉しいです。いただいたご意見を参考により良い動画作りをしていきたいので、もしよろしければ何か一言コメントしていただけるととても助かります。もし気に入っていただけたらチャンネル登録や高評価をしてもらえるとすごく嬉しいです。